完璧に見えてます。ありがとうございます。幸せだ。何してる？ちょっと待って。ちょっと待って。なちょっと待って。みんなで一緒に。変態だな。やっていきまーす。意外とうまくでしょ。いやーこれはちょっと待って、俺やれることやったよな。歯磨いたでしょ、香水つけた、脇毛剃った、髪型はどうだ、いいねー、やるね、ふぅー、今日決まってるよ。いやいや待って、お土産持ってないわ。キュウリのぬか漬け、大人気ワールドなんで。もう楽しんでますね。インマ、インマがおる。で今回動画撮影及び録音を DM で許可取っております。はい、OK です。こんばんは。サキバスが席までご案内します。入り口までお待ちください。いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。サキバスサバギリスへようこそお越しくださいました。はい、少し緊張されてますか。ちょっと緊張してます。ちょっとというかかなり結構ではまずはじめに、はい、一つお願い事がございます。あ、爪は切ってきてます。あ、バッチリですね。はい、爪はちゃんと切ってきてます。はい、あれそうなんですか。私たちサキバスたちの姿が正しく見えるように、はい、VR チャットの設定を少し確認していただきたいんです。わ、はい、かりました、はい、日本語ですとなしと書いてあると思うんですが、そちらを選択していただけますか。わかりました、ありがとうございます。私の姿、ツインテールのセクシーなサキバスさんに見えてますか。はい、すっごいその通りでございます。ありがとうございます。でもまずはカウンター席へご案内させていただきましょう。お邪魔します。私についてきてください。はい、あーすっごいな。大人数だとよくなるらしいんですよ。ではこちらのお席をお使いください。ん、あ、ごめん、あ、ごめん、俺シットハンって出てた、ごめん、ごめん、ごめん。これ何ですか？これ今どうなってますか？これ俺の背中です。お邪魔します。これもう結構前から予約を取っていて、しばらく来れなかったんで楽しみにしました。常連さんなんですか？それなりに来てます。あ、なるほどですね。ではまずはご挨拶をさせていただきます。はい、サキバス酒場リリスで代表勤めておりますルミと申します。ルミさん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。すごいさ、もうそのカウンターのこっちに来てのサービスもあるんですか。私どもバーテンダーというポジションですので、こうしてカウンターの中で皆さんにサービスを提供させていただくことが主なんですが、はい、正体はサキバスですので皆さんのおそばに行くことだってございますよ。ありがとうございます。楽しみです。とは言いましても、まずはやはりカウンター席に座っていただいたら、お酒を飲まないと始まりません。間違いないですね。こちら上にあるメニューの中からお好きなお飲み物をお選びいただけませんか。これですね。お先、ハイボールください。はい、ブルームーンお願いしていいですか。かしこまりました。梅酒のサワーお願いします。かしこまりました。早速ご用意させていただきますね。お願いします。はい、お願いします。アクトさん、実際飲んでらっしゃるんですか。ここに来たら飲まなきゃならんでしょう。あ、そうですね。じゃあちょっと俺ちょっと足りなかったな。お、すごい。お前で作ってくれるんですよ、ここは。すごい、実際に作ってくれるんですね。最初のご注文、ハイボールをご用意させていただきます。すごいな。サキバス酒場歴ってどんぐらいなんですかね、アクトさんは。僕はかれこれ営業日からほとんど来てるんで3年3年。本当ですか、リミさん。ほんまですか。はい、本当に初期からいらっしゃってるお客様ですよ。大常連じゃないですか。すごいな、3年。
ドスケベやないか。そんな褒めないでくださいよ。褒めてねんだよ。来ましたよ。はい、ありがとうございます。あ、しゃしゃしゃ、待ってた待ってた。すごい、これ全部触れるんですか、このお酒って、あるもの。はい、もちろんですよ。わ、すごっ。すいません、グラスを正面に置かせていただきますね。いつもそこから何か出してますけど、それってなんかどっかつながってるんですか。こちらは私たちサキバスが使う魔法陣になっていまして、はい、例えるなら冷蔵庫のような役割を持たせています。ああ、そうなんですね。ここから呼び出したものがこちらの小さな魔法陣から現れる、そういう仕組みでございます。なるほどですね。ではブルームで用意させていただきますね。お願いします。まずはこちらジンですね。はい、ジンなんだ。なみに北海さんはブルームーンはもともとご存知でご注文されたんですか。いやいや、もう全然知らないんで、もうこういうところに来るとお酒疎いんで。ご覧になっていただきたいんですが、はい、ブルームーンのメインとなるお酒、スタンビさんのアバターさんと色が振り二つ。確かに紫ですね。もう本当だ。あー、継ぐのが上手だ。ありがとうございます。はい、ちょっとアクタさん飲みすぎっすよ。ペース早すぎっす。だってこんな楽しいところで飲まないなんて失礼じゃないですか。間違いないですね。無作法っすよ、無作法。間違いない。乾杯してないのに。そうだよ。先にちょっと、ね、飲み物すぐご用意させていただきますね。はい。わー、ちょっと待ってください。今どうされました。味見したんですか今。はい、こうして本日の味を確認して氷を入れる数、そしてこのシェーカーという道具を振る数を確認するんですよ。はあ、こちらをシェイクしていきます。失礼いたします。お願いします。すげえ。はい、とても綺麗な紫色のお酒でございます。ありがとうございます。スタミさんにぴったりではないでしょうか。ありがとうございます。いただきます。お待たせいたしました、こちらブルームーンでございます。ありがとうございます。最後カフェインさんですね。どんぐらいの頻度で来てらっしゃるんですか。私は全然1年ちょっとくらいです。言うてですよ。普通に1年も結構来てる方ですからね。1年って普通に来てますからね。お待たせいたしました。梅酒のソーダでございます。ありがとうございます。さあ、そろそろ乾杯か。お前ずっと飲んでたろ。乾杯と参りましょうか。はい。今夜のサキバスたちとの出会いに乾杯。乾杯。乾杯。おいおい、皆様改めましてようこそ。本日はお越しいただきありがとうございます。楽しんでいきましょう。一回ちょっとさ、ちょっと乗ってみていいか、お前の後ろに。俺は2人まで乗れるんでね。すげえな、ちゃんと座れるのめっちゃいいじゃん。でもいいっすよねこれ。うん、すごくいいよ。ロリ乗せるためにつけたんすよこれ。乗ってくんねえだろ絶対。何回も乗せてますよ。何回も乗せてる。まあ僕しか味わえないっすけどね。乗られる喜びってやつは。この喜びは。よいしょ。あっという間ですが、1度目のローテーションのお時間でございます。嘘だろ。写真はまた後で。ぜひお前、はい、焦んなよお前。すぐそうやって常連なんだから流れ分かんだろ。ありがとうございました。まだまだ酒場さんたちとのお話交流楽しんでくださいね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ来た、水沢さんだ。お待たせいたしました。こんばんは。こんばんは。ダメと申します。すいません、水沢、お名前もう一度聞いていいですか。あ、読みにくいですよね。ここにどこに書いてあるんですか。見るザメって読みます。ちょっと見えづらいんで、もうちょっといいですか。もうちょっと、仕事ありませんね。すいません。これで見えますか。完璧に見えてます。ありがとうございます。助かります。俺も初めましての時に今度これやろう。何か追加でご注文なさいますか。どうしようかな。このまま
雑談タイムに入っちゃうので無理に注文する必要はございません。え、せっかくだったら頼みたいんですけど、はい、お、来た生ハム盛り合わせください。つまみが欲しい。なるほど。注文するとき刑務所みたいな注文の仕方で、ね、これいるのか挙手。いや大事ですよ。はい、自己表示。挙手なくても大丈夫は大丈夫。じゃあ僕も、はい、じゃあチーズトーストお願いします。はい、ありがとうございます。え、すごいね生ハム。はい、かしこまりました。チーズトーストちょっと機嫌悪くて。あ、チーズトースト機嫌悪いですね今日。ここね、チーズトースト戻しますよ。チーズトースト美味しそうだ。ちなみにもうおすすめは、フォンダンショコラとかクリームプリンがおすすめになります。あ、デザートなんですね。なんでかっていうのは、うん、実際にサキバさんに注文してみてからのお楽しみです。そうですよ、これはやるまでのお楽しみ。本当にお前どやんな。お前どやんな。だるいな。ではこちらお下げしますね。何を出しましょうか。うわ、どうしよう。なんかアクトおすすめあるか。やっぱここ来たらマンハッタンリリースでしょ。え、そうなの。じゃあマンハッタンリリースで。はーい、かしこまりました。あんまり飲まなくて今日マジで用意してくれればよかったなと思ってます。それなんですか。はい、ちょっとしたお薬ですね。なお薬は困りますよ。数滴しか。本当だな。元気になるだけのエナドリだから。なあ、お前元気になったら困ることもあるだろお前。こら私たちとしては夜に元気でいてくれないと困っちゃうんですけど。そうですよね。行ってください。マンハッタンリリースでお願いします。マンハッタンリリースが一番いいと思いました。はい、はい、お任せやね。まあ気になったらね、いっぱい入れてくださいってお願いしてくれたらたくさん入れてあげます。わかりました。わー、マンハッタンリリースこんな色なんですね。マンハッタンリリースになります。ありがとうございます。俺もハイボールに欲しいな。もう入れんな。さあ、私もマンハッタンリリースお願いします。大丈夫ですか。はい、かしこまりました。あの薬がないと足りない。あー、そうなんだ。最近いろんなイベント行ってらっしゃいますし、イベントのお話でもしますか。あ、本当ですか。体調悪かったんで、お医者さんにも行ったり、なんか喫茶店に行ったと思ったら幼女しかいなくてみたいなこともあったりして。いい楽しみ方だ。はい、みんなね、こうお互いがお互い楽しめたらいいな、 VR ちょっと楽しくなったらいいなっていう気持ちで、ストリーマーさんで言うと、河川さんが企画されてるような、はい、ストリーマー向けのイベントをやってるみたいな感覚で、はい、私たちも私たち向けのイベントをやって、そういったイベントが外の方から見ても楽しいって思ってもらえるのは非常に光栄ですね。間違いないと思います。今僕の視聴者のみんなも楽しんでると思います。ちょっともう、めちゃめちゃ気になっちゃうんですけど、もうあっちがすごくて、あのショタは誰ですか。もう天に召してるショタ。もうほらね、目閉じてね、目閉じてもう焦点してるんで。羨ましいんですか。いや、ちょっと羨ましさもあります。ぶっちゃけ羨ましいならミルザさんにお願いしてみたらいいじゃん。聞いてくれるかもしれないですよ。うわー、ちょっとこっち来るんですか。え、なんで、ああ、なんですか。不足かもしれないですけど。いや、不足なことありません。不足なことありません。ちなみに V 缶ってあったりします。V 缶だらけです。いいな、才能の塊だ。正面向いてください。今、こしょばしいもん、なんか。ここの、左半身がこしょばしいから。呼ばれちゃったので、行ってきますね。あ、そんなじらして。そんなじらしても。ええー、そんなことありません。上司なんだから。もう直前のところで、おい、チューしちゃおうかと思ったもんね、今ね。ねえ、チューはダメですよ。え、チューしたい。紅葉さん、チューってダメですか。チューはダメです。紅葉さん、チューはダメです。わかりました、気をつけます。あぶねえ、ま、それでは皆様、お待たせいたしました。改めまして、ようこそ先松酒場リリス六茶と申します。よろしくお願いします。それでは皆様、まずは乾杯の方をいたしましょう。あ、はい、乾杯。ちょっと喜んで。では本日最高の夜と最高の瞬間に乾杯。乾杯。はい、乾杯。私の乾杯はしてくれないのですか。お前何やってんの。お前何やっとんねん。飲んじゃった。お前何やっとんねん。お前それよりも、私も非常に気になっていることがございます。よろしいですか。はい、どうしたんですか。あなたは先ほどミルザムさんの接客を受けながら、何やらこちらの方を見つめてピッ
ヒャラピーヒャラと騒いでおりませんでした。すいません、ごめんなさい、接客の邪魔をしてしまって申し訳ないです。ちょ、あっちのそのガキいますよね。おります、ね、あの子がもう天に召していたんで、もうあなたの接客で素直に羨ましいって言っちゃえばいいんですよ。いや、俺はここまでね、真面目に29年間生きてきたんだよ。俺はこんなね、サッキュバスなんかに僕は負けないんですよ、僕は。試しにちょっとお願いしてもいい？僕はね、何も感じないと思いますよ。この最強の私に対して、そのような物言いはあまりにも気に入らないものとなりました。俺は何にも感じない。サッキュバスにおねだりをするところから始めてみてはいかがですか？ロクチャさんと一緒にあのツーショットの写真が撮りたいです。私のことを呼ぶときは様をつけるようにしてください。ごめんなさい、ロクチャ様。私と一緒にツーショットを撮ってくださいませんか？みじめで可愛らしいですよ。それでは行かせていただきますね。はあ、すごい、もう今では失礼いたします。おー、これは大丈夫なんですか？そこに人が入ってもよろしいのでしょうか？そこはそのように騒がないでください。くすぐったいでしょ。ごめんなさい。良いですよ。何をしろと首をもたれかけて預けているのですか？すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、そういうものかと思いまして。言ってたことと違う。良いですよ。左右のどちらかのお客様に今と同じことをやって、今のあなたが第三者的な視点で見たらどういうふうに愚かな姿だったか。どっちがやりたい？ではあなたの方でよろしいですか？お前いつもやってんじゃないのか。お前3年来てんだろ。貴重がすごいな。お客様よろしいですか？はい、よいしょ、よいしょ、はい。こちらのお二人の頭であれば柔らかく心地よいものでしたが、あなたのなんというかとんがっているので。確かにな。あ、ちょっと怪我には気をつけてくださいね。こんなこと、俺こんなことになったのか。俺こんなことになったのか。しましたか？ご自身がどのように幸せだ。気持ちいいよな。首の角度まで印象完璧だな。やっぱり慣れてるな。よいしょ、よいしょ、よいしょ、どうしますか？いそいそ調整してる。これ何？自ら。もう埋もれ、もう埋もれていて、一体かっちゃうと、飲まれていってる、もう。何を言ってここがいい。次はあなたの番ですよ。僕ですか？僕はそんな。どうしますか？やめときます。やめないです。冒険しちゃいますか？はい、冒険させてください。うーい。おえ、大丈夫ですか？このようなお写真を撮られてしまうわけになります。何と笑っているのですか？喜んでる、喜んでる。ちょっとすごいですね、これ。上見た瞬間分かったんだけど。すごいですね。今後、六茶様の言うことは何でも聞こうと思います。良い心がけです。では、はい、今宵また、夢の中でたっぷりと、お友達、お知り合いになりましょう。はい、わかりました。では、ローテーションのお時間となりましたので、失礼いたします。カメインさん、ごめん。俺たちばっかり楽しんでます。ごめん、カメインさん。ごめんよ。楽しい。あ、タイトル、わぁ、ライオンローテーション担当させていただきます。サオちゃんです。サオちゃんって呼んでください。よろしくお願いします。お願いします。いいでしょう、サオちゃん。お願いします。わー、サオちゃんそっちのパターンですね。お願いします。はぁーはい、夜頑張るためにそろそろデザート行っとかないと。そうなんですよ、僕もちょうど行こうと思ってて。どっちの方がいいとかある？私はプリン。俺はプリン派かな。プリンで。どっちかといえば、サキバ酒場で人気なのは一番はプリンですね。はい、食べ物で行くと。お願いします。まあ、じゃあこちらですね。通ってる人ほどプリンが好き。でも、スタミンさんはご自身でプリン食べれないですよね。今、両手動かないもんね。もう今ちょっと無理だね。なんかの力が働いてね。
今動かないよね、右手と左手が。そうよな。わかるわかる。動かないですよね。動かないんですよ。動かないってことは、自分で食べれないから。そうなんです。どうしますか？どうしたらいいかな？どうしたらいいかな？どうしたらいいかな？A サオちゃんにお願いできる？あー、サオちゃん。サオちゃん、愛してください。愛してください。あ、よく言えました。サオちゃん素直だね。肩大好きなんですよ。お願いします。いやね、ちゃんと口に愛しちゃいますね。はい、あー、ダメでしょ、サオちゃん。僕待ってたんだから。なんでなんで？待ってたんだから、俺。ダメなの？ダメだよ。美味しいじゃん、このプリン。いや、もうじらす人が多いんだな、先は坂に。あー、サオちゃんの関節キスだと。おー、え、なになに、ちょっとそんな、もう恥ずかしいじゃないですか。サオちゃんの食べた後のスプーンで食べちゃいますか？お願いしていいですか？はい、じゃあ、ぐちゃーんしますね。おいしい、いつもよりプリンがおいしい。おいしいよね。だってサオちゃんが食べた後のプリンですもの。たまらん、ね、おいしすぎる。ありがとう、サオちゃん。口についちゃってますね。あ、ちょっと取ってもらっていい？取った。ありがとう。あら、かわいい。すごい、サオちゃん。かわいすぎる。前ばっかり。あー、ダメだ。飲まなきゃやってらんない。おかわりですか？飲まなきゃやってらんない。おかわり。はい。ハイボールでよろしいですか？ここは常連のみが知る裏メニューで行くしかない。なんだと？アクトなんだと？お前、そんなこと、お前ってねえぞ。イリス、オルガズモスを。リズオルガズモス。これはね、メニューに載ってないお酒なんですよ。なるほど。うん。見ててください。いきますよ。おお。わあ。はーい、できました、リズ。そのまま入れるんだよ。もう、お前、こんな大丈夫か？お前、試験管全部入ってるぞ。そうそう、これこれ。そうですよ。こんな、お前こんなん乗ってたら、そりゃ耐性できちゃうって。こんな感じ。そう。サオちゃんは、通い続けてて、サキバスになったので、はい、まあ、このエキスをいっぱい飲んでたら、サキバスになっちゃいましたって状態ですね。そうなんですね。僕もここに通い詰めたら、こんな姿になっちゃいました。え、いや、そうなんです。玄関そのまま一本入れるの素晴らしいな。はい。一本丸ごとです。いいの？俺の、これ、初日だぜ。しょうがないから。じゃあ一口だけもらっていいか？いいよ。吸ってる全部行きました。これがエリスオルガズモスワークというやつか。そうです。ロリスマーク。一緒に私がご案内させていただきます。サオさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。サオさん、ありがとうございました。楽しみください。はーい。はーい。こちらへどうぞ。ではせっかくですから、どうぞ真ん中の方へおかけください。ルミさん。はい、どうされました？ジャグジーが。ジャグジーはい、何もおかしなことないと思います。ジャグジーって普通あるっけ？珍しかったですか？酒場ってジャグジーってあんだっけ？あるあるある。すごいとこに来ちゃったな。失礼します。あ、埋もれてたショタだな、お前は。なんか見られてたらしいですね。はい。もう皆さん常連さんなんですかね？まあ、常連です。もう1年ぐらい来てる。長椅子だから同じくらい。僕ここ来るためにこれ始めたんで。そうなんだ。開店日前日にアカウント作って遊び来てた。やば。もうキモ、気合が違うな、お前は。今キモって言った？言ってない。いや、褒められたのかと思って喜んじゃったんだけど、違ったか。
ああ、いや、開いてる、開いてますよ、開いてますよ。あ、はい、開いてます。開いてるよね、スタミさん。開いてます。どうしたの？さっきまで大声でお話ししてたのに急にしようらしいね。いや、そんなことないです。かわいい。飲み物は何か頼みありますか？じゃあちょっと僕これとリリースオルガズを持ってリリースオルガズ持ってはい、かしこまりました。お願いします。少々お待ちくださいね。はい、はい、はあ、はあ、あのすごいタイプが違いますね、みんなお顔の。おお、いやね、いろんな人いるよ。だって知ってる、後でルミさん言うかもしれないですけど、ここ在籍数100人超えてんすよ。え、書きます。大丈夫です。そんなにいるの？108人ですよね。頼ってる僕も話したことない人結構いますからね。3年通って関クって全クリできないのか。だから通い続ける理由がここにある。なるほどな。エスティリさんも結構通ってるんですか？はい、1年半ぐらい通ってて、会ったことない人いろんな人に会おうって言ってるんですけど。おー、エスティリさん今日無理。そのアバター大正解だな。ありがとうございます。右と左どっちで座ってほしいですか？あ、あ、耳が弱い方、耳弱い方どっち？耳弱い方どっち？あ、耳、右、右が弱いです。よっしゃ、右だ、右だ、右だ。お邪魔して、はい、ちょっと、はい、お願い、あ、足組むんですね。締めよう。あ、じゃあ分かった。スタミさんの上に座ろうかな。え？いいよ、はい、楽しめ。いいの、いい、アクタ先輩いいですか？いいよ、初めてらしいんでね、楽しませてあげてください。嘘、あーやっ、重みを感じます。なんかすごく美味しそうな匂いする。あの食べちゃいたくなるさっきもう僕あの試験管たくさん飲んでるんで、僕もちょっとすごいダメです。今そんな誘惑されたら落ちちゃいます。私落ちちゃいます。あー、ちょっと近いです。あー、ちょっとやばいです、その近さは。え、わあ、あのその処理がその処理やされるともうダメなんです僕。あー、早いです、それ好きです。そう、本当俺ね、俺さ、俺 V 感がすごくて、もう本当にここがさ、もうふわふわするんだけど俺。おー、すごい、俺あるわ、俺あるぞ。3年がわかるな。はいはい、本当にこの1ヶ月間ぐらいで。はい、1ヶ月で飲むか、変態だな言われてます。もう1ヶ月で飲むは変態だよ。変態か。え、こんな、てか才能の塊いいんですね、この酒場は。このなんていうんだろう、この密着みたいのはもう問題としてないというか。あの、いいですよ。ああ、お客さんからはダメだよ。サックスからは OK。それ出来になっちゃうから気をつけないよ、自分から。分かった、分かった。では他の先マスターたちもきっとスタミさんを味わいたいと思うので、はい、またね。はい、また来ます。また来ます。すっごい顔タイプ。もうめっちゃ顔タイプ、マジで。夢でいっぱいちゃいちゃしようね。はい、わかりました。今日今夜楽しみにしてます。スタミさん、ちゃんと夢の入り口にあのスタンミって書いとかないと来てくれないからね。確かに、そういうの、いつもランタン飾ってんだから。はじめまして。はじめまして、私はモギミンと申します。よろしくお願いします。モギミンさんですね。あ、ジョンコちゃん。ジョンコちゃん、こんばんは。こんばんは、ちゃいましたよ。私もちょっとお話させていただきます。はい、なのでちょっと緊張してるんですけど。あ、そうなんですね。楽しんでいてくださいね。はい、緊張してるんですね。あ、ちょっとあのたまにベロが出ちゃってますよ。うん、ごめんなさい。ジョンコちゃんのね、サービス受けたことないんだよ、実は。あ、ベロが、ちょっとすいません、ちょっと待ってもらっていいですか。大丈夫。あ、アクト、うるせえよ。お前、お前うるせえ。俺は俺で楽しんでんだよ。俺は俺で楽しんでんだよ。
前をさせていただくので、ジョンコちゃんだぞ。このイケメンさんなので、しっかりお前させてください。ありがとうございます。よろしいでしょうか。ありがとうございます。おい、お前って。うん、あーもうそのいやこれちょっと待って、それやばい、それやばいわ。もやってあげてくれ。座ってらっしゃるんですか。はい、今座ってます。何してる、ちょっと待って危ねえ、何してるんですか。もうびっくりした、何してるんですか。何してんだ。あぶねえ。素敵なアバターさんなので、ちょっとゆっくりお目で見せていただいてもいいですか。ありがとうございます。すっごい疲れやばい。あーちょっと口開けるのはまずいです。今この瞬間だけは二人きりですよ。あ、もう今本当にピンポンみたいな感じで、もう周り真っ白で何にも分かんないです。渡しましたいな。ダメだよ、俺のことそんな取り合わないで、そんな取り合わないで。私で見た目お兄さんにしたいサービスあるんだけど、喉乾いちゃったと思うんだよね、お兄さん。ちょっと緊張で確かに喉乾いてます、僕今。お兄さんが頼んだ飲み物、私が騙してあげようかなと思うんだけど。お願いしていいですか。すごい喉乾いたなってちょうど思ってて、顔近いの苦手そうだから、うん、ちょっとずつ飲ませてあげるね。すごいですね、本当に。あ、ちょっとずつ、はい、確かに。あ、私も喉乾いたから、髪お兄さんに飲ませてほしいな、同じ方法で。こっちが大盛り上がりから。これ、アクト、いいのか、俺、アクト、俺、今からそっち側に行くぞ。あー、来いよ、待ってるぜ、俺はいつでもよ。はい、あー、いただきまーす。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。俺には気持ちが強すぎる。これを受けたことによって、何してるんですか。ありがとうございました。ありがとう、ジョコちゃん。またねー。何笑ってんねん。イエーイ。明日は塩八がお邪魔させていただきますね。お願いします。はい、では失礼いたします。お、これは何ですか。もしご興味があればご賞味してますか。あ、お願いしていいですか。これで、はい、できました。牛乳とオレンジジュースの1対1くらいしますね。あー、おもん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 、私が取っちゃダメなんだ。おいしい。なんてか、すごくおいしそうに食べられますね。すごくおいしいですね。お口についてますか。お口ついてますか。わんぱくな方でいらっしゃいますね。人気があるっていうのが来たんでね。何言われても欲しい。酒場はね、もう半年以上営業を続けているお店にはなるんですが、はい、私はもともとここには結構たくさん通ってた人間ではあるんですけど、通ってたぜですね。気がついたらフレンドが酒場スになってたってことも結構あるお店なんですね。なるほど、なるほど。わかるわかる。例えば旦那さんにとって大事なお友達がある日突然酒場スになっちゃったらどう思いますか。大事な友達がある日突然あいつがサキバス、ありだな、いけるな。いやいや、なしです、なしです、いや、なしです。あいつ宇宙人だからいいんですよ。それは親友のサキバス姿見たくねえとかよ。俺は見たい。でもそれだけ大事なお友達ってことですね。そうです。スタミさん、ところばさんがサキバスになった姿見たくねえかもしんねえけど、俺10年来のリアフレがサキバスになったんよ。すいません、こんばんは。これは何、これ何ですか。これ白いの初めてだ。実は私ちょっとお酒が弱いので牛乳なんですよ。あ、牛乳なんですね。
すみません、あの、ちょ一回立ってもらっていいですか。はい、どうぞ。これ何ですか。カモン。まずの元気なエネルギーをもらった時にちょっと光るやつ。あ、光るんだこれって。あ、そうなんだ。いいな、俺ネームレスちゃんになったら元気全部あげるわ。うわ、そういう時に光るんだな。あの、俺トイレ行ってくるわ。あ、行ってこい行ってこい。2人で楽しんでて。行ってこい行ってこい、トイレ行ってこい。あいつトイレ。おもろあいつ。AFK ちゃんあんなになるんだ。すいません、ごめん、あともう一つ質問なんですけど、はい、どうぞ。あの酒場にはジャグジーってあるの当たり前だよねっていう話を聞いたんですけど、僕見たことなくて、あれって何を使うんですか。話によれば、あの酒場さんの特製のエキスがなんかこういっぱい入ってて、入るだけでなんかこう高揚感が増していくような、なんて。だってほらよく見て、なんかちょっとお湯のところちょっとピンク色っぽくないですか。ピンクになってますね。え、これはあのジャグジーは僕たちで入ったらまずいですか。はい、ジャグジーにちょっと興味があって。どうぞどうぞ。おい、行ってこい男を見せろ。みなの衆行ってくれてござる。私は男になってくれてござるって。どうもどうも、はい、失礼して。はいはい、失礼して。どうもどうも、お楽しみください。これうわすごいですね。これはこれ人間の体変えられますかね。なんかさっき試験管みたいなの飲みました。飲みました。試験管僕2本分ぐらい。あれがもうこの量。うん、とりあえず入ってみましょうか。お邪魔します。すごいですね。あ、一緒に入る、一緒、はい、一緒に入るんですか。一緒に入りましょう。もっと、もうこっちそっちに僕行っていいんですか。いいんですよ。誰も見てないですよ。はい、はい、どうしました。いや、ちょっと緊張してます、ね、なかなかこれはさっきまでは元気なのはどうしちゃったんですか。皆さん、これってなんか誰も気にしないけど当たり前なことなんですかね。もうなんかノーリアクションというか、もうこれって今僕がしていることってこれ当たり前ですか。これお客様皆さんジャグジーに入られる方もいるんですよ。みんなジャグジーに入るんですね。みんなよく入られてますよ。多分あれですよ、お客さんが先バスになっちゃったって話する方多かったんですけど、キャストさんで、これのせいですよ。じゃああなたも先バスさんになる差しあるかもしれないですね、はい、これはもうなるかもしれませんね。これはもう間違いなく。てか角がニューってなってんですね。角すごいですね。ありがとうございます。おお、羽もじゃん。え、羽も光ってる。そうですそうです、うん、光ってます。え、すげえ。そんなか、おー、そんな急に立てると、はい。これあれですか、1周年ですか。広報腕コミうざいのいるうざいのいる、広報腕コミオタク入れて。すごいね、これ。え、みんなで一緒に、みんなで一緒にジャグジー。やばー、ちょっと待って、待って、それは刺激が強すぎる。これはやばい。これが許されてしまうの、この VR チャットの中は。お、近くにいるぞ。いいんですか。さんやばすぎるだろ。これちょっと待って、まず想像を絶するこれは。まず多分これ一人称の方がいいわ。待ってね。やばいって。やばいってこの空間。待って。いいのこれ。
いいなぁ。これが許されるのが酒場酒場。これが許される。あ、酒場酒場を知った、今、俺は。ありがとうございます。ちょっとダメだ。もう俺には刺激が強すぎる。もう無理だ。もう無理だ、俺は。そんなで日本背負えんのかよ。ごめん、もうダメだ。いい初日だからこれ許してくれ。初日だからこれ許してくれ。もう無理だ。せっかくですから皆さんで一緒に記念写真を撮りましょうか。お願いします。いい感じですか、皆さん。撮れました僕は。あー、ありがとうございます。実はこれまでこの酒場酒場、何回かもう著名な方遊びに来てくださったことがございます。はい、以前スタミさんもその YouTube の動画をご覧になってこちらを知っていただいたことがあったかと思います。あ、そうです。その皆さんからいつもサインをいただいていまして。あ、はい、よければ得意です。スタミさんのサインも書いていただけないでしょうか。はい、ぜひ書かせてください。あ、あれってこれ、はい、あ、やっぱそれなんだ。スタミはい、すげー、ありがとうございます。完璧です。バッチリです。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっと今日営業時間外とか特別に開いていただいてとか、はい、常連の皆さんもお邪魔しました。いや、おかげで楽しかったよ。ありがとう、楽しかったです。ありがとうございます。それではまた、ありがとうございます。またねー。